やばいやばい、太陽上がってきちゃってました。おはようございます。6時14分を回ってしまいました。あららら、今日も楽しん TV をご覧いただきまして誠にありがとうございます。令和5年3月8日水曜日6時14分つくばみらい市の朝日でございます。ごめんなさい、もうね6時14分に上がっちゃいますよ。6時あーもう5時から起きてるのにね、枕の時から起きてるのに、もう今日はね、手が傷だらけです。なぜかと申しますと、今日朝からね、うちのリリーちゃんの爪を切ろうと思ったのに、リリーちゃん本気ですね。本気で上がっちゃってね。ね、リリーちゃん。ね、リリーちゃん。いや、スーツ穴だらけにされちゃうんで、爪切らないと。やがるんだけどね、切んないとな。ね、リリーちゃん。リリーちゃん。トラちゃんはね、素直に切らしてくれるんだけどね。なかなかリリーちゃん素直に切らしてくれないんだよね。今日もね、駅に行って愛を叫びたいと思います。朝ね、何人か男性も女性もですけど、おしゃれな人がいて、その人のファッション見るのがちょっと楽しみで、私はやっぱりファッション好きなんですよね。で、だんだんね、春っぽくなってきたんですけどね。やっぱりまだね、夜、朝夜冷えるんでね、ジャケット、ジャンバー、ダウンジャケットとかは着てますね、皆さんね。やっぱり朝夜のね、冷えに対してね、備えて。でもね、予想いというか、色がね、春っぽくなってきましたね、みんな。淡い色になってきて。うん。勉強になる人もいるし。見て楽しんでますね、その人たちの毎日のファッション。すごい素敵なご夫婦がいて、その昨日の旦那さんはね、革ジャン着ててね、なんかね、すごい格好良かったんだよね、昨日。スーツの上に、なんか、パーカーと革ジャン着てましたね。すごいオシャレなんですよね。奥さんは、ショートの革ジャンに、確か昨日ショート丈の革ジャンにロングスカートだったかな。なんでブーツ、ショートブーツなんだよね。あと、うちの娘の同級生のお母さんがすごいかっこいいんですよ、ファッションが。丈の合わせ方と色の合わせ方がものすごくかっこよくて、はい。いつも褒めちゃってるんでね、ついちゃんママかっこいいっすね、つって。そんなことないです、みたいな感じでいつも行くんだけど、すごい素敵な方ですね。あ、年を重ねても綺麗な方っていますよね。自分もそうありたいと思ってて、なんだろうな、年に、負けないというか、逆らって言ってます。子供心を忘れない大人でいたいなぁと思ってて、だんだんみんなね、子供心をどんどん忘れていっちゃってね、テクニックばっかり覚えて嫌な大人になってきたんですけど、私はそういう大人にはなりたくなくて、いつも心、子供心を忘れず、浸水さも忘れないような、親父でいたいと思います。今日もね、天心くんのとこ行って、体鍛えてきます。絶対鈴剣ぶっ飛ばしてやるぞ、この野郎。良い一日を。あと一曲いっちゃおうか。時間ないんだけど。お、何の音した？昨日はね、小山さんの娘さんのお誕生日で、ニーニーのね、あと、お亡くなりがあった、娘さんのお誕生日だということで、みんなでね、歌を歌ってお祝いしたんですけど、すいません、昨日も眠くて、朝早すぎんすかね、俺。長いからね、一日がもう。昼寝したいっすよね、ほんと、どっかで。その昼寝する時間はないんですよね。まあ家のことやったら全く時間なくて、今日特にそうなんですけど、今日ね、ジム行くんでね、はい、やること山盛りです。
ジムから帰ってきてからも、もうすごい忙しいと思うんですよ。洗濯物もね、干してかなきゃいけないし。これ、電気がいいぞ。洗濯日和だぞ。最高だな、これ。これね、ジム忘れ物しないように。この間ね、ちょっと遅くなっちゃって、ギリギリでトレーニングになったんですけども、サーキットトレーニングとかもすっげえ急いでやりました。でもね、関さんも追い込みですねってもう分かってくれてるんですよね。トレーナーの方たちがね。なので、追い込みかけていきます。あと10日。今日は8日ですから、一応、あと10日で試合です。で、西君とね、また再会できるっていうことで、それも楽しみです。あー、疲れ溜まってる。追い込みまくってます。今。それが終わったらもう選挙モードになるっていうことでね。あと1年を切ってしまったのでね。もう、時間はありません。地回りもしなきゃいけないし。もう、名刺とかもちゃんと作って、チラシも作って、やんなきゃいけないんで、お金もかかるし。大変ですよね。頑張るしかないっすよ。本当に。やるしかねえんだぜ。頑張ります。絶対バチつけます。そして試合も絶対勝ちます。負け癖なんかつけらんねえぜ。早くも眠いし。ラッキーファリミリーのみんな、今日も明るく元気に気持ちよく、怒らず恐れず悲しまーい。死ぬこと以外稼ぎきず、生きてるだけで丸儲け。明るく元気に気持ちよく最高の一日を過ごしましょう。あと昨日笑っちゃったね、ヒロちゃん。カナのとこ出てて、落とされて、ブロックされてんの。ほんま。な、俺が言ったことわかんねんかな。ポンコツなんだよな。俺が言ったことをさ、理解できればこんなことなんねんだよ。本当にポンコツ兄弟。KY 兄弟。弟は弟で、もう本当にズレズレ。わかってないんだよね、どんだけズレてるか。理解すれば、人に好かれるのにさ、弟も性格悪くないんだけど、なんだろうな、女みてえなんだよな。女みてえさ、女性に失礼か。女性の方、取り消し取り消し。とにかく男の腐ったのってのはどうしようもないね。もう男らしくしろよって話。もう男らしくねえやつ嫌いなんだよ。もう弟もな、兄貴に言えよ。兄貴に。人がいねえとこで人の悪口なんか言ってんじゃねえって。だからお前みんなに嫌われちゃうんだよ。理解した方がいいよ。でも、まぶちゃんのレミミさんはいいって言ってたからな。よかったな。たてくん虫も好き好きだから。俺はもうお前みたいな腐ったような男は嫌いです。離れてくれてありがとう。さよならポンコツ。男磨けよ。兄弟で。ゲジゲジ兄弟。アディオス。良い緊張。なんか悪口言っちゃったなこれ。イメージ良くねえな。取り消し取り消し。笑って許してください。笑いましょう。アディオス。残念でした。